スモーブ化成毛包炎は、低毛による持続的な刺激が炎症を起こす毛髪疾患の一つである。1956年に初めて報告された疾患である。カミソリやけども低毛によってもたらされるが、種毛部化成毛包炎ほど深刻ではない。皮膚の表面の軽度から中程度の発積及び炎症を特徴とする。スモーブ化成毛包炎とは異なり、 通常は一時的なものであり、感染は伴わない。毛脳炎と呼ばれる疾患もあるが、これは、毛包の炎症の原因が、スモーブ化成毛包炎と異なる。スモーブ化成毛包炎はウイルス、または細菌の感染によって引き起こされる一方、毛脳炎は低毛及び入した毛からの刺激によってもたらされる。関連疾患であるスードフィリキュライテスヌチャエは、 湾曲した毛が短く切り取られて皮膚に戻ることができるようになることで、しばしば生え際に沿って首の後ろに発生する。治療せずに放置すると、後部ケロイド性座層に発展する可能性がある。これは、固く暗色のケロイド様の隆起が首に形成される状態である。いずれも、従軍黒人男性に後発するため、軍が管理用のプロトコルを用意していることがある。 顔面で最も多いのは、スモーブ化成毛包炎であるが、毛が反られたり引き抜かれたりする他の部位、特に性器など、毛が縮れていて、肌が敏感な部分でも起こりうる。毛は反られた後、元に戻り始める。縮れ毛では、毛包からまっすぐに伸びず、皮膚に向かって曲がる傾向があり、炎症反応が引き起こされる。スモブ化成模炎では、皮膚が発赤を伴いかゆそうに見え、 場合によっては、ニキビのように見えることがある。これらの炎症を起こした吸診、または、脳胞は、特にその領域が感染した場合に形成される。スモーブ化成毛包炎は、太い髪が自然に洗い、またはきつくカールしている一部の男性にとっては特に、問題となる。宿毛は、スモーブ化成毛包炎のリスクを50倍高めることが、知られている。治療せずに放置すると、 ヒゲ領域に、ケロイドハンコンが生じることがある。スモーブ化成毛包炎は、さらに巻き毛の状態により、トランスフェリキュラー及びエクストラフィリキュラーの2つの方に分類される。エクストラフィリキュラーヘアは、毛包を出て皮膚に再び入った毛である。トランスフェリキュラーヘアは決して毛包を出ないが、そのカールする性質のために毛包に戻り、体液の貯留と炎症を引き起こす。 ケラチン遺伝子の多形は、スモーブ化性模包炎と関連があり、遺伝的な危険因子である、可能性が示唆されている。この配列変化は、K6HF のロットド,ドメインに高度に保存された、ヘリックス開始モチーフのアミノ酸置換をもたらす。A12T 多形の保因者は、野生型 K6HF 配列ホモ接合の人々と、比較して、種毛部化性模包炎を発症する。 可能性が6倍高い。これは、K6HF 変異が、構造的に内部と外部の根性を分離している、コンパニオン層を弱め、ヒゲの毛の成長を促進することを示唆している。最も効率的な予防策は、ヒゲを生やすことである。剃る必要がある、または単に剃るのを好む男性では、髪が皮膚に戻るのを防ぐのに、最適な長さは、 約0 5ミリメートルから 1mm であると示されている。シェービングの代わりに最低設定でヒゲトリマーを使用することもまた効率的な予防方法である。結果として問題とならない領域にかすかな武将ヒゲが生じるが標準的な電気紙ソリを使用すれば剃ることができる。ほとんどの場合3から4週間シェービングをせずにいると 全ての病変が収まり、ほとんどのエクストラフィリキュラーヘアは約10日で解消する。毛包の永久除去は、主毛部下性毛包炎の唯一の決定的な治療法である。電気脱毛は効果的であるが、ペースが遅い、痛い、費用がかかるなどの理由からあまり行われない。レーザー脱毛は効果的であるが、稀に皮膚の変色と反根をもたらす。ブラシやスポンジなどを用いて、 白奪を行っても、皮膚隆気を防ぐことができる。最も簡単な治療法は、髭を成長させることである。既存のカミソリによる隆気は、多くの場合、貫入した毛を取り除くことで治療できる。エクストラフィリキュラーヘアは通常、ピンセットで皮膚の下から優しく引っ張ればよい。カミソリの隆気を解消するために、指の爪を使用することは、感染やコンにつながる。 可能性があるため避ける必要がある。毛包から毛を完全に除去することは推奨されない。重度、またはトランスフェリキュラーヘアの場合は、皮膚界による除去が必要になる場合がある。皮膚の治癒を早めるための薬も処方されている。臨床試験では、グリコール酸ベースのケミカルピーリングが効果的で忍ぶ広子性の高い治療法であり、 顔と首の病変が大幅に小さくなることが示されている。グリコール酸の作用基準は不明だが、グリコール酸による毛強しのチオール結合の減少により、よりまっすぐな発毛が促され、毛強しの毛包壁、または表皮への再侵入が減少するためと考えられている。サリチル酸によるケミカルピーリングも効果的である。処方構成物質ゲル、または 蛍光抗生物質も使用される。火酸カベンゾイルは、処方抗生物質と組み合わせて、または併用せずに、局所的に使用できる。レチン A は、数ヶ月後に、反抗を均一にするのに役立つ。髭が生えている間に、髭の肌に、レチン A クリーム0.05から0.1%を、毎晩ドフするティーツリーオイル、万作、およびヒドロコルチゾンも、同様に、 カミソリの流気の治療法及び治療法として注目されている。ありがとうございます。